2022年12月23日、明日クリスマスイブということか。なるほどね。全然クリスマスムードじゃないからね。もう全く意味がわからないね。ね、イブと言われてもね。映画はね、やってるけどクリスマスっぽい。他のことに関しては一切クリスマス雰囲気はゼロなんでね、ほぼほぼ。だクリスマスは消滅したのかなっていうね、やっぱ日本の中ではね。そう、音楽的にも全くね、で流れてないで、ほぼほぼあんまし、そこまでね、テレビ見ててもあんまし、そこまでクリスマスしてないからね、まあ。やりすぎ都市伝説ね、今日やってて。くらいかな、うん。あと、ホームアローンか。見てて、なんか。ぐらいかな。なんか2025年に日本はやばいとか言ってたけど、24年もやばいみたいな、25年。微妙な1、2年先とか3年先なんだよね。来年だと答えがすぐ出ちゃうけど、微妙にずらすっていうね。なんか、2年生、2、3年後のこと言ってるなっていう、なんか、まあ、関、ミスター関も本当ね、はっきりすごい言ってるからすごいなって思いながら見てて、センシティブ・マイ・ハートこのやりすぎに出たら結構すごいんじゃないかなと思ったけどね、結構ね、合ってるなっていうふうに思ったんだけどな。昨日はね、やりすぎない伝説か、なんか3人で、せいじさんとアッツさんと僕で、ズームでやっててね、その映像をちょっとどうやって見るのか分かんないけど、多分 YouTube じゃないみたいな言い方してたからね、あげるのがちょっと分かんないけど、どうやって見るのか、そういうのもあるよみたいな、ちょっと話してて、夜ね、話してて。で、2023年になる、来週、あ、10日間もないぐらいか、来週。ほんと、今年1年、もう、とにかく、YouTube で、ね、あげまくって、なんか、ひねることがね、できんくなってきた最近ね、あとはまあひねって考えるのかね、なんだろう、考えないといけないのかもしれないけど、もうちょっとひねるっていうか、工夫するっていう、工夫がないっていうかね、最近は。まあ、そうだね、サッカーが始まる前、野球なんとかね、頭ひねって頑張ってきた、他のね、ちょっといろいろ工夫したり、最近は夢日記っていうね、工夫してないもんね、あれはある。すごいことやってるなと思う。なんかね、実験だから、完全に実験動画だから。まあでも学術的には絶対効果あるやつなんでね、学会、人間のね、工学っていうか、農学っていうかね、それには絶対貢献できるはずなんで、もうちょっと人間の、人類のね、貢献できるようにね、やっぱ科学的な部分でね、ちょっと貢献したいなっていうね。なかなか技術面ではね、難しいよね。なんか、それ大学の研究とかやってたらね、うまくいくんだろうけど、自分の力で、なんか技術的なことや、こう、なんか発明しようにもね、本当にできない、わからないよ。なんか音楽とか作ったり映像作ってるか、そういうね、芸術面ではなんかまあね、できてるけどね、できてるっていうか作れてるけど、とりあえずね、
YouTube ではかなり再生されてないけど、TikTok ではなぜか再生されてるっていうね。TikTok よくわかんないけどね。で、インスタにも出てるけどな、インスタもよくわからんもんな、本当に。一応で作ったからね、せっかく。残るわけだからね、いろんな SNS に投稿した方がね。YouTube に2本投稿してるっていうね、こともやってるけど、ね、YouTube は2本立てでね、ちょっと保険みたいにね、ちょっと2本やってますけど、だから結局1本作ったら、1種類の動画作ったら4本上がってる状態になって、YouTube2 本、インスタ、TikTok、1本ずつ上がってて、TikTok はぶっちぎりで、なんか再生数だけはいいっていうか、なんかよくわかんないけど、あれね。そういう状況になって、で、Twitter の方はもう全くもって凍結されちゃってるっていう、どんどんみんな凍結されてるみたいでね。イーロン・マスクになってからかな、わけわからんけど、記念凍結しだしてね。サブツイッターがあったからなんとかねやってるけど、そこで細々と、ツイッターも終わりなのかなとかね、もうね、終わりが見えてきたのか。ツイッターの代わりはインスタなのか、 TikTok はもう動画的っていうか、動画的だもんね、ショート動画だよね、あれは。インスタもよくわかんないんだよね、もう画像とか動画だけど中途半端なんだよね、あれも。ちょっと、なんともならないっていうかね、なんか、わかりづらいっていうかね、ツイッターはわかりやすかったんだよね。すごい使いやすかったんで、ちょっとね、YouTube もすごい使いやすいけどね、やっぱやる人が多すぎるっていうのがね、分散しちゃうのがね、どうしても再生回数とかね。非常に厳しい。ね、このまま、一応作品はある程度ね、残るんだろうけど。EX サンドもね、前倒して作っててね、自分がね、いろいろ作れない体調不良とか忙しかったりとかね、いろんな理由があるんで、毎日絶やさないようにね、あげて、公開予約して、ね、予約していて、公開動画。まあね、10日分ぐらいは、もう作りだめしてやってね。まあ、映像的にはかなりね、工夫してないというかね、なるべくひれらないようにしてるっていうか、見やすいっていうか、何も考えないで見れるようにしてやるっていうか、何も考えてない映像っていうかね、映画はね、音楽もそこはあんまり深く考えてないから、ただひたすら聞き心地がいいように作ってある。じゃあ2本目に話す。2本目いくか、これ1回区切るかな。